すごい。3人の男子が旅をする。目指すは日本の神が宿る場所。はるか昔から関東一円の信仰を集める山へ。今をときめく若手俳優が同じ転がり方待って海の町千葉房総を本気で遊ぶ。海が育んだ伝統文化と日本一の大仏、そして旬のグルメ。出た、すごい。うわあ、綺麗。房総半島最高ですね。今度がテクニシャンだね。目つぶっちゃってもう寝そうな感じですね。ボッカ、ボッカ、やめろ。こんな旅ロケまたやりたい。気の置けない男同士、素顔の彼らがそこにはいました。房総を巡る男子旅、旅をするのは同じ事務所の先輩後輩。この3人ってなかなかないよね。そうですね、なかなかないです ね。ここは結構あるんですけど、はい、逆にほぼ初めまして。そうそうそう、何度か喋ったことあるんで、なんかせっかくだし、ニックネームというかなんかそういうのを呼んで、やっぱ旅した方がそうだ ね、せっかくだからね、仲良くなろうよ。いいですね。俺は西面に飛んでるじゃん。はい、西面。ここはなんて呼び合ってんの？西面旬って呼んでます。なんでなんでそんな旬ですよ、旬で。旬、あー旬ね。で僕、まあ、まだ予想しいけど飯島くんって言ってるよね。ずっと言ってるね。カナヤぶっちゃうよ今日。あだ名つけなよ。なんかわかりました。じゃあピロっていきます。え、なんでピロ。ピロくん。じゃあ俺もピロから、じゃあピロでいきましょう。ナッシーナッシーナッシーでもいいけど、旅の目的はですね、のこぎり山の日本寺ってところに行きます。出世を祈願するとご利益があるという。なるほど、こう私たちね、若手俳優、いや、もっともっと素晴らしい企画をね。そうですよ。飯島ひろきさんは子供たちのヒーロー、若手俳優の登竜門、仮面ライダーシリーズの主演を務めたばかり。西目俊さん、今回の最年少ながらこちらも仮面ライダーに抜擢された注目株。長浜新さんも元ヒーロー、戦隊シリーズで仲間を引っ張った体育会系の兄貴肌です。スタートしますか。はい、行きましょう。行きます。レッツゴー。レッツゴー。行きましょう。イエース。よし。わあ、爽快感がすごい、気持ちいい。はい、この自転車。今回のルートは日本屈指のサイクリングコース。気ままに寄り道しながら神宿るのこぎり山を目指します。ゴールは出世にご利益があるという日本寺、関東最古の寺とも言われています。おお、うわー、綺麗。めちゃくちゃ綺麗。マジ？うわー、すげー。冬暖かく夏涼しい房総半島は大規模な自転車大会も開かれるサイクリング天国。旅の始まりから海岸道路を爽快に飛ばします。運転に集中できない。綺麗すぎて危ないじゃん。一緒に旅をするのは初めてですが、共通点も。3人とも運動部で活躍したバリバリの体育会系、そして出世作も同じく。僕とピロ君がライダーで、で俺戦隊やな。戦隊特急車。特急車、ね、みんな変身できるっていう。そうだ ね、守ってたね、地球守ってましたね。最初のね、目的地にちょっと行こうと思うのよ。おお、何だと思う？一番最初に行く、今朝ですけど。最初ですか？うん、最初か。最初大事でしょ。最初、いや、もうあれですよ、朝食です。正解。本当ですか？やった、すぐ当てたね。俺は海の幸が食べたいです。海の幸。お腹すいた。すいた。すいた。到着。到着。到着しました。ここは女性に人気のエビアカフェ。豪快な海の幸を朝っぱらから堪能しちゃいます。あ、すごい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 、あるよ。うわー、すごっ、すげー、めっちゃいっぱいいる。めちゃくちゃ伊勢海老。店の名物は伊勢海老。実は千葉県は三重県と並ぶ伊勢海老の産地で、漁獲高日本一を競り合っているんです。
なんでこれ壁に寄ってんすか、こんな夜あの活動する生き物なんで、暗いとこ暗いところに集まって、はい、日に当たらないところ。そうですね。でもなんか選ぶ基準とかってあるんですか。そうですね。じゃあ一旦ここに出して、はい、もう少し近くで。うわー、うわー、うわー、水が正義のヒーロー3人も生きのいい伊勢エビにタジタジ。なるべく硬い殻の硬いものを。ピンとかしない、ピンとか噛まれない。ああ怖い。あ、ちょ持てる、持ってみて、持ってみて。僕じゃあ行きますか、うん、ごめんね。おお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 これあの自分だけ持たないようにしよう。いやなんかみんなちょっと俺これ苦手なんだよ。あ、もうピンピンしてるじゃん。ちょっとお前さ、あげるあげる、あ、なんか泣いた、すごい、あ、すごいすごい、ほら3人、あー、ほら起きた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 、やめろやめろ、あー、足がグイグイしてる、痛い、動くんです。あー、バカ、あ、ピンピンしてる。すごいですね。ごめんごめんごめん、静かにしよう。これだけ息がいいと美味しいと思いますよ。すごい美味しいですね。はい、白いフジツボがついているのは、はい、あんまり動き回らなくても餌が豊富にあったところにいるので、これいいかもしれません。じゃあもうやっぱボスが一番良かった。ボスはい、はい、大丈夫です。じゃこれ焼きます。はい、はい、お席の方にお願いします。はい、焼かれちゃう、はい、うん、今後元気やな。あ、疲れた、自転車漕ぐより疲れた。そう、わかります、めっちゃわかります。伊勢エビの旬は秋から冬にかけて、今がちょうどベストシーズンです。食べ方は実に豪快、特製のタレを塗り焼き上げた鬼ガラ焼き。食べそうやな。お、しました。うわー、あった、何これ。いや、香りがすごいね、これ。あ、ほんとだ、ね、香りすごい。焼くと、いただきます。いただきます。来た、うわー、うまそう。ほら、出来たては熱々よ。全然取れないよ。どうですか。うわー、歯ごたえすごい。すごいですよね。うま、甘っ。いいね、でかい。うん、あー硬い、うん。ボス。歯ごたえがすごいです。いや、マジでちょっとこのちょっとこの贅沢。僕も出て取れない、出て取れない。贅沢食いを。すごい少量。歯ごたえわかんないよこれ。いただきます。あー、歯ごたえないでしょ、今噛んでないもん。下に乗せただけだったよ。ぜひですね、うち あの一押しのメニュー、それを召し上がっていただきたいなと思うんですけど。でも伊勢エビ食べちゃって、これを使うとかじゃないですよね。はい、また生きた伊勢エビを使って、お作りするんですか。2匹目になります。うわー、贅沢、贅沢。それがこちら、スパイスからこだわったカレールーに伊勢エビの出汁がたっぷり、女性にも人気の一品です。そう、友達と話しているうちに、おちょちょちょ、すごく、うわー、すげー、うわー、うわー、アワビだよね、これ。アワビだ。この上にかかってるのはウニですか。ウニじゃないの、ウニっぽくない。ウニです。でもすごい珍しいですよね、なんかね、伊勢エビにカレーを入れて食べる。伊勢エビにカレーを入れる。カレーに伊勢エビを入れるじゃなくて。そうですね、カレーに伊勢エビを入れて食べるって。あのね、黙って今食ったんだけどね、うん、すごいマッチして。何黙って食うの。黙って食ったんだけど。いや、喋ってたからさ、邪魔したらいかんかなと思って。どう、めちゃくちゃ合いますね。でっけー、でっけー。お、食事、うーん、プリプリ、あれ、プリプリ、おいしいです。ありがとうございます。めちゃくちゃ合いますね、カレーと。いただきます。うん。おいしい。うまいな。ウニも合う、めちゃくちゃ。うん、そうだよね。これからお母さんにカレー作ってもらうとき、伊勢エビ入れてくる。房総半島、僕来たことなかったんですよ。ああ、そうだね。もう好印象です。もう好印象。旅の始まりからね。回れるね、これ元気出るね。いや、出ますよ。いやいや、もう。そうですね、房総本当にいいところなんで、常にこう海が見えてるんで、どこっていうよりはもう本当にあの海を眺めながら走るっていうのが気分いいと思います。潮風を浴びた、うわうわ、もう贅沢、海と付き合いたいね。よくわかんないことに広がらなくて大丈夫ですよ。
ありがとうございました。ありがとうございました。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかったです。お腹いっぱいだね。お腹いっぱい。次いつ食べれるかな。でもやっぱなんかこう思い出しますね、その沖縄の、うん、なんか海のそのそばをこう自転車で走るっていう、うん、懐かしいな。海と一緒に育ってるので、あ、やっぱ潮風浴びることすごい好きですね。いいよね、潮風は好きですね。俺らも大体なんか学校の行事とか、はい、友達と遊ぶ時とか大体海集合だね、うん、いいっすね、いいですね。小学校の時とかね、あの漁業のね、あの授業あったよ。あ、本当ですか。そうそう、あの網投げて、それをみんなで丘から引っ張るの。へえ、はい、そうなんですか。うん、結構取れるのよ。それでも昔から漁業で栄えたここ房総は江戸の台所と呼ばれてきました。威勢のいい漁師町ならではの伝統文化が今も残されています。あ、もう見えてきたんじゃない。なんだなんだなんだろう。でで、え、ここでございます。工芸鈴仙さんとこで、おう、はい、マイワイ染めっていうの。マイワイ染め、染め、染め。やってきたのは江戸時代から漁師に愛されてきた伝統の染め物、マイワイ染めのお店です。おはようございます。はい、いらっしゃい。おはようございます。今日よろしくお願いします。はい、お願いします。失礼します。本当だ、めちゃくちゃいいじゃん。かっこいい、めちゃめちゃかっこいい。うわ、すごい。これはもともとはあの漁師が大漁の時に、はい、あの船主さんから褒美としていただいた着物になります。あ、これをねいただいた人はやっぱり勲章、勲章なんですね。勲章になります。海の男の、はい、桁外れの大漁の時に漁師たちに配られたマイワイ染めは房総生まれの漁師の粋。一説には大漁旗のルーツとも言われています。これとかめっちゃ着たいっすね。超かっこいい。かっこいい。テンション上がりますよね、ここはね。あ、じゃあスザクもめっちゃかっこいいね。スザクね、僕気になってました。でも大丈夫ですか。大丈夫ですか。はい、わー、嬉しい。おお、すごい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 。かっこいい。どうですか。この背中に。よし。マイワイ。かっこいいね。ちょっと後ろ姿めっちゃかっこいいぞ。かっこいいっすね。どうですか、僕は。あ、かっこいいよ。かっこいいですか。いいね、いいね、いいね。短いやつもかっこいいっすね。ね、うん。いやー、いいな、テンション上がるな。いいっすね。あ、前向くのね。もうもうもう男っぽさが。マイワイ染めに3人も挑戦。白い部分を好きな色で塗った後、茶色の糊の箇所を水で洗い流せば完成。ポイントは色使いのセンス。塗り絵のような感覚なんです。ちょっと何色にしようかな。何色にしようかね。黒とか。皆さん一筆目が緊張するみたいです。なるほど、ね、緊張しますね。緊張する。よっしゃ、赤い斑点にする。何しよう、悩むな。長濱さん大胆に。すげえ無言。あ、今撮影中だっけ。撮影中です。撮影忘れちゃう。忘れちゃった。やっぱ喋んないとね、面白くないからね。見てる人はね、うん、そう、見てる人何見せられてるんだろうからね。指導してくれているのは鈴仙の4代目鈴木力さん27歳。マイワイ自体も昔はこの辺りだけでも30軒以上あったんですよ。あ、そうなんですか。ですか、今だと、まあ、鴨川はもう2軒のみですね。マイワイ染めは大量の祝い着、晴れやかで大胆な色使いが特徴です。華やかさを増すため色を重ねグラデーションにするのがポイント。3人はうまくできるのでしょうか。ちょっとセンスだ。いいんじゃないですか。俺多分これセンスあるぞ。いいですね。飯島さんの作品が完成。まあそんなね、あのグラデーションしす、まあ、この辺しましたけど、しすぎない、なんかまあ原色結構多めで、あとちょっとピンクで
使ってみました。ピンクってやっぱ綺麗な色じゃないですか。まあなんか洋風な色ですけど鮮やかになるなって改めて感じて。僕は完成しました。西目さんの作品がこちら。グラデーションに最初からハマっちゃって終始グラデーションで終わるっていう作品になっちゃったんですけど、自分的にはすごい100点の作品になりました。現場とかに持ってって自慢したいです。はい、できました。長濱さんは色使いにコンセプトがあるようです。一応ですね、このしめ縄の色、赤、青、黄、緑、ピンク、そしてここがオレンジが入ってるってことで、僕がやっていたそのセンターみんなの色を入れて、祝い事ですから、あのみんながうまくこう羽ばたけるようにという祈りを込めて作りました。どうすかね。いや素晴らしい、そのコンセプト、はい、いや素晴らしいです。僕何もそんなこと考えなかったですだから恥ずかしくなっちゃいました。伝統の技に直に触れた3人、感じることがあったようです。やらせていただいて、やっぱ日本っていいなって、なんかやっぱ細かいじゃないですか、あの手先が器用で日本人は。 だからなんかこういうのをなんか今後先も大事にしていきたいなって改めてね、やっぱ感じましたね。本音言うと大学卒業するって本当直前まで続きはなかったんですよ、はいはい、ちょうど就職活動の時に祖父が亡くなって、はいはい、まあその時にもう内定、他の会社に内定決まってたので、どうしようか考えてたんですよ。でもう自分もう日本にいてもちょっと考えがまとまらなかったので、もう一人でバックパッカーでアメリカ横断出てたんですよ。でその際にまあアメリカのモントレーというところで亡くなった祖父の作品が作った大漁旗があって、それを見てなんかな、もう こういう仕事は自分しかできない仕事だと思ったので、いろいろな縁があって今ついてるってことで、ね、繋がってますね。あ、はい、あ素敵NHK っぽさんね、ありがとうございました。ありがとうございました。お世話になりました。この後はあの動物とまさかの展開が。お客様、サイクリング天国房総を巡る男子旅、立山へと向かう道は大海原を見ながらの絶景ロードが続きます。やっぱ風のなんかこの当たる感じ全然違いますね。爽快、いいな、この風といい気温といい匂いもね伝わってくるし、もうパーフェクト、最高ですね。うわー、なんかうわーいい、雰囲気いいよ、雰囲気いいよすごいいい、なんか学校帰りとかこういう帰り道あったらよかった。いや分かる、いいですね分かる。うわー、ガチの海沿いじゃんこれ。うわー、すげえな。いやマジ気持ちいい、走ってて。いや、こういう時ってなんで叫べばいいんだろう。山とかだとヤッホーじゃん。はい、海だとなんて言ったらいいんだろう。付き合ってくださいって出た、海を恋人にしたい男世界中の海をこう独り占め、世界中なんだ、ここだけじゃないんだまあ太平洋は広いからね沖を流れる暖流の影響で年間平均気温16度以上、この辺りにはどこか南国の雰囲気が漂っています。気持ちいい、すげえ一直線、気持ちいい、ノリが若い本当だ、ハワイっぽいですね。確かに南国っぽい、ハワイ感、ハワイ感あるこの木。千葉にハワイ感ってなんかあれだね、あんのかね。イメージなかったですね、なんでだろう。熱帯ムード満点のこんな施設が。寄り道しようぜここは東京ドーム2つ分の敷地を持つ動植物園、世界中の熱帯温帯地域に生息するさまざまな動物が飼育されています。めっちゃいいじゃん。カビカビバラ入浴中、カビビビって言った今カビビビって言った今、なんでカビビビって。いや、じゃあ書いてるんですよここに。でけえ、でかっ、カビバラってこんなでかいの。ここでは南米大陸に生息する世界最大のネズミカピバラと触れ合うことができます。なんかね、お尻を撫でるとね、くるっとお腹を見せるんだって。ちょっと行ってみようか。ほら、なんか俺触れ、本当なのか試してみると、次のお客様、あらららららら、あらら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 、あらららららら、あらららら、あらららら、お客様、あ、もうだってもう目つぶっちゃってもう寝そうな感じっすもん。あ、なんかほら条件いいからこうにしよう。このぼーっとしてるの、飯島さん西目さんも挑戦
ずっとぼーっとしてるのかわいい。これでも癒される。あこれ座った座った、はい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 、これはいはいはい、1ミリも動きません。背中お腹を、これちっちゃいの、はい、ちっちゃいのおいで、うん、ダメですね、全然そろない。今ピロは成功しないですか。ノー成功、ノー成功。全然人逃げないね。慣れてる。お客様ほらどうだ、ただあと2時間ぐらいかかりますからね。違うんですかね、なんかテクニシャンなんでしょう。やっぱそうなんですかね。いやモテたな、カピバラナンバーワンだわ。一回なしていく。じゃあお客さん、お客さん行きますよ。よしよしよし、お客さん僕ですよ。ほらなんかもう動きがやっぱり、よし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 、あああああほらほらほら、あすごい、ほらお客さん、やっぱ違いますねやっぱり。やっぱ俺あれだ、うまいんだな。うまいっすね。今度からテクニシャンって呼んで。いや行きたい場所がさ一個あったの。えなんだなんだ、こんなところちょっともうほら見てほら、うわっ、うわーすごっ。ここは知られざる房総の名所、地元の人は砂山と呼んでいます。絶えず海から吹く潮風が海岸の砂を巻き上げ、この山の中腹にまで運ぶのです。登るよ、ついてこい、ついてこい。本当に僕に無理無理、早く早くついてこい。足があの先輩マジでもあれを登ったらね感動するもん待ってるから。遅い遅い、ほら早くついてこい、行くぞ、走りずれ、重て、走りずれ、これ持たないわ。ちょっと待て、足が動かない、ちょっと行った、ちょっと待て。あの子何であんな元気なの。なんで笑えんのあれ、ね、なんで元気だ、なんでそんなに笑えるの、超辛いよ。いや誰企画したんすか。ごめん俺。俺が行きたいって言った。俺はこういうの好きっすけどね。ごめん、感動するもん待ってるから忘れるぐらいこんな疲れを。マジっすか。あじゃ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 あ行こうか。すげえ自然できた。うわすごっ、これ自然にできたんですか。自然、すごいすごいすごい、すごい滑んないでね。あすごい、ロマンチック、綺麗、あすごいすごいすごい、ここ本当にすごい。あこれでも本当知ってる人しか知らないんじゃない、こんな道すごいね、すごい、うわすごい、うわ抜けた、抜けたね、うわ抜けた、抜けた、うわ綺麗、うわ何これやばい、いや本当だ、これ本当に写真撮りたい。これ俺すごいね、すごいでしょ、はい、これが俺が見せたかったの。でもこのハーフパイプみたいなのは何ですか。ええ行けるんですかね。人いるよ、あの人何してんの。おおおおあはは、あああああスノボ、すげー、すげー、かっこいい。じゃこれだよ、これこんにちは、こんにちは、すごいっすね、こんな傾斜から降りてくるなんて。楽しいですね。いやーサンドボードって言うんですよね。スノボーみたいな感じで、これがシューズがないんですね。はい、あのストラップでスノボーとかやってたから。僕はいスノボーやってできそうだけど、できそう、できると思います。あ多分初心者でもできますか、こういうのって。全然できます。やりたりしますか。ぜひ。おいいですか、いいですか。やった、わーやったやった。これなんですよ、これ僕嫌な予感しかしないですね。なんで、何何よ、できそうじゃないですかお二人は。いや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 、そんなのないよ。本当ですか。大丈夫、やってみましょう。やってみ、ちょっと待って。初挑戦のサンドボードで緊急事態発生。やべえ、大丈夫か。アスリートだ。いや、あもうやべえ。サンドボードに挑戦。まずは砂山を30メートル登ります。着いた、着いた、やばい、結構急ですよこれ。超綺麗、広大、いやきついですね。3人とも運動神経には自信があり、最初にチャレンジするのは元バスケ部の長浜さん。じゃあ行ってくるわ。行ってらっしゃい。行ってくるわ、行ってきます。おもうちょっとしたら結構いい坂になってるんじゃない。これまあここからだよね。おおおおおちょっと待って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 、なし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 、あ、壊れ。もう一回ここからでいいですか。
待って難しいぞこれ。本当ですか？むずい。いくぜ。なんだろう。全然進めないね。おおおおお。おおお。ラッシー君があれだったら僕すごいことになりそうですね。かなりむずいぞ。うわちょっと待って悔しい。もう一回やりたい。ちょっともう一回行こう。でもこれ登んのか。よし出てきます。2番バッターは野球部で全国大会出場経験もある西銘さん。元仮面ライダーとしてかっこ悪い姿は見せられません。今の心境は？今の心境怖いっす。普通かよ。ここであのかっこよく滑れたらもうもう旬のもんだよね、うん、全国のやっぱちびっ子たちも見てる可能性あるから。そうここで怖い子は言ってられない。じゃあ行ってくる。行ってらっしゃい。持っとかな。お、いいよ。お、いいね。来てるよ。そろそろか。待って。ボードだ。ボード。西面ボード。西面。ちょっと待って。やってました。いやーなんかダメでしたね。全国のちびっ子たちにちょっといいとこ見せるって言ったんですけど、一応行きます。あの滑るか分かんないですよ。僕が成功させないとちょっと番組的にちょっと何をやってんだこいつらってなっちゃいますからね。バスケ部出身、スノボの腕にも自信があり、飯島さんいいとこ見せて。いやちょっとねこれねスノボと違うね。じゃあ行きます。よいしょ。あ、落としちゃった。ちょっとスノボと違うって自分で言ったじゃん。一番ダサいからね。今の一番ダサいから、ね、ちゃんとお願いします。ちょっとねこう振りじゃん絶対。かかとがちょっと緩いな。スノボと違う。なんかね滑るところがあるんだよね。すげえ。そこまで行くのが。そうですよね。あ、滑った。あ、いた。おお。あーめ。あーめ。これ難しい。むずいよね。あー、なんだあれ、なんだ、歩いた方が早いぞ。あー、面白い。あー、もう涙出てきた。悔しい。ちょ、もう一回いきますよ。やっぱ悔しいですもん。ここで引き下がっては男が廃る。リベンジに挑みます。じゃあ軽くいきます。軽くいけんの？さっきあんなんだったけど。なんか一回転ぶとなんか友達になる。その砂と？砂と。振り合ったんで一回。あ、じゃあもうこれいけるね。これいきます。2本目いけるわ。よし。西銘さんのセカンドチャレンジ。果たして。ちょっと待って。また脱げて、しかも同じ転がり方。待って。また脱げて、しかも同じ転がり方。待って。止まんないだけ。同じじゃん全く。さっき見たよこの絵。西銘大丈夫か。あ。え、無理っす、こんな。こんな無理っす。ナッシー君かピロ君にかけたいと思います。めっちゃすみません。よーし、いくぞ。長浜先輩はリベンジになるか。リベンジ。おお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 これでやれるのがスターですよ。スターですよ。スターは最後締めるんですよ。この3本目でここで滑れたらかっこいいですよね。よっしゃ。今成功させたら。ラストは飯島さん。スノボ経験者の意地を見せられるのか。出た。この。なんかもう大丈夫。嫌な雰囲気しかしないと。いける。この辺デコボコや。スターが愚痴を言ってたね今。あ、くるくるくる、来た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 来
スターならず。からまだわかる。まだわかんない。まだありますから。スター。あらあらあら。ゆるい。重たい。おっせ、遅咲きだな、あのスター。あ、来た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 。あ、あ、あ、なんか強そう。スター。スター。あ、ぽい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 。ぽいぽいぽい。なんか、ね、ちょっと成功したみたいな。上は使わせないだろ。ダッサかったよ、上は。まあ結果としてはこれは俺の優勝ということで。いやいや、俺でしょ。いや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 。俺半分までいったぜ。いやいやいや。めちゃくちゃ滑ってた。ちょっとあなた言う権利ないから。いやいや、でもあれですから、一番メンタル賞だから。いや、メンタル弱かったじゃん。また足抜いてたじゃん、すぐ。転げ落ちるとね、砂をたくさん食べる。顔中砂だらけだよ。今喋ってる時ずっとね、ジャリジャリなってた。いい思い出になったっしょ。いい思い出になりました。よかったよかったよかった。房総の潮風が生んだ伏見砂山を全身で楽しんだ後は、本日のお宿へ。今日の宿はですね、はい、こちらです。ロックザさん。めっちゃ綺麗じゃない？すごい綺麗。やばいよねこれ。こんなドア見たことない。2011年にオープンしたばかりの和モダンホテル。鏡ヶ浦の海を一望できる貸切露天風呂で一日の疲れを癒します。最高。やばい。超気持ちいい。ああ、ここ行ったらやべえな、見えちゃう。あーいいっすねこれ。ねえ、癒されるわ。いやでもおかしいな、自信あったのに。冷たかったね。いや冷たい、めっちゃ自信あったのに、なかなかね。いやマジコントだったよ。コントだったよ。もっと違うスノボのやり方やって見せるっていう。なんか小学生以来だな。なんか野球やってたんですけど、うん、その滑り込んだ時に砂とか食べちゃうみたいな。あーなるほど。あの感覚辛いよね。たくさん食べちゃう感覚。喋ることジャリジャリしたもん。なんか今日一日で本当にいい思い出がたくさん増えたね。うん、よかったよ。普段できない、うん、できない、うん、でもなんかこれを機にすごいなんか仲良くなれますよね。なんか俺はすごくなれた気がする、はい、俺もなるときね。すごい仲良くなってよかったよな。いい機会やった。いい機会です ねこんな旅ロケまたやりたい。まあ1日目なんですけど、明日もあるんですけど、そうだね、なんか、うん、そうですね。ちなみにさっきも言ったんですけど、海がここ見えるんですけど、いやでも今回結構海良かったですよ。あと1日しかない。時間は残酷だからね。そうだ、うん、もし気持ちがあるんだったら伝えておいた方がいいと思うよ。はい、うん、大好きです。僕と付き合ってください。あのカットでお願いします。折れたよ心が。夕食は新鮮な房総の幸を。このホテルを経営するのは網元漁師。房総の海で今朝取れた新鮮な海の幸が並びます。いただき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 ます。あでも生食べるの今日初めて。うわー、プリップリだわ。いただきます。甘い、めちゃくちゃ甘い。うわー、うん、やっぱ生や全然違いますね。生とまた違うね。プリップリ。何も言うことなし。質だね。おいしい。めちゃくちゃうまい。房総に来たからにはぜひともですね、はい、こちらのなめろう。これ、はい、房総発祥の漁師料理なめろう。アジの身を細かく叩きにし、刻み生姜とシソの葉、ネギとお味噌で味付け。皿を舐めるほどうまいので、舐めろうと呼ばれるようになったとか。うわー、素材が全然違うわ。本当ですか？めちゃくちゃうまい。ご飯と一緒にいただきます。うわー、贅沢。あー、すごいおいしいこれね。うん、止まんない。初めて。いただきます。めっちゃうまい。めっちゃうまい。おいしい。意味出るわ。うん、やっぱ食べるって幸せですよね。幸せ。溶ける。すごい。いや、すごい。おいしい。覚えてる？俺らの今回の旅の目的、一番最初に言ったの。売れるために。うん、これからの芸能生活を。すごい。出席願。出席願。うん。覚えてたね。もう途中忘れなかった？途中あの楽しみ、今を楽しんでたよ。今を楽しんでました。そうだ、うん、明日は登るよ山。どんなことを祈願する？
うーん、どんなこと。まあ有名ももちろんのことなんですけど、うん、やっぱ人を楽しませたり、その笑顔にさせて、なんか少しでもなんか僕の力で気を楽にしてもらえればなって。うん、何かっこいいこと言ってんの、ちょっとちょっと喋りづらいよなって何締めの言葉だよね今の。でも、うん、なんか俳優だけっていうのにこう決めつけたくないなっていうのがあるんですね。なんかやっぱ芸能ってやっぱバラエティだったり、うん、もういろんなところの方面でいろいろ戦っていけるじゃないですか、うんうん、ダンスもやっていきたいですし、そうですね、バラエティもすごい結構お笑いというか、その人をどうやって笑わせられるんだろうっていうことにすごい興味を持ってるので、だからそういうところでも笑わせていきたいですし、最終的には俳優なんですけど、いろんなところをこうどんどん挑戦していきたいなっていうのを思います。締めの言葉やん。じゃあ最後締め。なんか締めっぽく言ったから、なんかもうちゃんと言わないといけないっていう今プレッシャーがありました。なんだろうな、今のこの芸能の流れでいったら次は朝ドラだなって話だったっけ、まあ、必死にならないとこう勝ち取れないですかね、やっぱり。まあどうなんだろうね、まあでも一生懸命やるってのはいいんじゃない。そうですね、いつの時代もハングリーさもあって、まあ、一生懸命で好きなことできたら、またここに来れるように、そうですね、誰かのおごりでね、この中のおおどうなるかな。まだ早いかな、まあ俺かな。テクニシャン綺麗。神宿る場所で驚きの絶景が。すげえ。レッツゴー。お願いします。2日目スタート。男子旅2日目。旅の目的地、神宿るノコギリ山を目指します。ちょっとさ、前見て前。はい。あの奥の山の方。はい。あれがノコギリ山。え、マジっすか。うん、神が宿る、神宿る場所、僕たちの目的地だ。結構高いっすね。高いな。あそこまで登るよ、圧倒されるな。だんだん近づいてきましたよね。山近づいてきたね。近づいてきた。なんか全然違うね、撮った道と。全然変わってきた。うわー、すげえ坂見えてんだけど。すげえ坂だ。すごいね、これ。まさかでしょ、あれ登んのかな。マジか、これやばいな。ちょっとね、なんだこれ坂。ちょっとこれきついわ。すごい、これくそ。おらーしゃー、おらー、ああ心臓破りの坂や。ああ、やばい、きつい、やばい、あこきつい、これきついわ。ああ、はあ、よいしょ。ああ、着いた。すいません、お待たせしました。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします、はい、山頂にある日本島ではノコギリ山に詳しい鈴木さんにガイドしてもらいます。ノコギリ山は初めてですか。初めてね。ああ、そのほど、はい、まあ元々は信仰の山であり、お坊さんたちが、はい、まあ、精神修養というんですか、修行のために来た山なんですね。なるほど。ノコギリ山は古くから崇められてきた聖地。山頂の日本寺は関東最古とも言われるお寺で、創建は奈良時代。出世を祈ると御利益があるとされる日本寺を目指し、およそ6キロの山道を登ります。あー、すごいな。なんか神秘的。すごいね。そうだね、パワースポットや。空気が美味しいね。美味しい。ここの切り通しも、うわーすげー、あーすごい、これ作ったんですよ、みんな。へー、作ったんですね、こう、うん、全然知らんかった。おー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 、なんかぽいの、ぽいの出てきた、ぽいの出てきた。急になってきますから。この辺傾斜がね、だんだん上がってきてるからね。あー、まだまだ。すると鈴木さんが、いちごがあるよ。あ、いちご美味しいですよ、いちご。甘酸っぱいのいちご、登山の疲れに効くんだとか。あー食べた、あー食べた食べた。お味はどうですか。うん、酸っぱい。ピロットじゃ一緒食べよ、一緒食べよ。そうそう、毛が結構美味しくはないけど、うん、まずくもない。うん、美味しい。まだこれ美味しい方じゃないですか。うん、酸っぱい。いただきます。酸っぱいね。うん、お、美味しい。本当に美味しいですよ。本当に。嘘だよ、そんな。甘い甘い甘い。美味しいわけない。
美味しい。早っ。味わってないまだ。下に乗ったぐらいで今美味しいって言ったの。美味しい。疲れてるからかな。そうですね。よし回復した。よし。行きますか頂上まで。はい。じゃあちょうど半分ぐらいだから。頑張りましょうまた。遺跡みたいな。すごい。うわ。え？すげえ。突然視界が開け不思議な風景が。ロケかと思うけどなんかちょっと違うね雰囲気が。ああ。すごい。あそこなんかくぼんでるじゃないですか、はい、削ってったところ。そういうことですね。のこぎり山のあちこちに残る大規模な石切り場の跡。江戸末期から明治にかけのこぎり山は良質な石材の一大産地だったのです。日本はほらその西洋に追いつけということで近代化を急いだわけですよね、はい、横浜の港の開港とか、はい、あと東京のお台場ありますよね。 あります、はい、あそこもみんなのこぎり山でした。鶴橋ってわかります？ああこういう、そうそう、はい、あの道具です。あれに似た道具で切るんですよ。全部人力です。人力で、うわ、どんくらいの年月かけてここまで。ねえ本当ですよね。もう気の遠くなるような繰り返しでこうここまで下ろすわけですよ。はい。どうですか今皆さんが。いやいや相当きつかったですよ僕ら。上がるだけだよこれ。最盛期にはこの地区の8割の人が石切りの仕事をしていて、運搬は女性の仕事だったといいます。鈴木さんの父親はのこぎり山で最後まで石切りをしていた職人だったそうです。で僕自身はやってないんですけど、まあ、やっぱりでもそういう歴史をね、はい、あの後世にやっぱり伝えたいじゃないですか。ああやっぱりそういう人がいないと何だか分かんなくなっちゃうんですよ、はい、そうですね。石を切ったことすらもう忘れてしまうから、はい、そうするとちょっと寂しいなと。あ近代日本の成長を支えたのこぎり山。ここはまた古くから信仰を集める聖地でもあります。おお、また崖石切り場が。そうですね、あちらも日本寺というお寺の境内なんです。あの聖武天皇という、はい、聖武天皇、はい、あの、まあ、東の聖地にお寺を作りなさいと。でなぜ故に、ね、その東の聖地にお寺を作りなさいと言った時に、はい、ここにお寺をこしらえたか、はい、こののこぎり山全体石の塊なんですよ。で石に昔から神宿るというふうに言われてますけどね、はい、ここを選んで作ったっていうのはね、やっぱりそういう意味があるんじゃないかな。ああ、この岩に石に神が宿っているからと。そういうこと、そういうことね。関東最古の寺とも言われる日本寺。源頼朝がここで祈った後鎌倉幕府を開いたことにちなみ、出世に御利益があると言われています。境内には1500体を超える石仏が。無数の人々がここで祈りを捧げてきたのです。天下取ろうよ。そうそう、天下取ってくださいよ。うわ、日本最大の大仏に出世祈願。そう、なんかもう歴史知ってさ、歩くと全然違うよね。知識が入ってきたというか。麓から歩くこと1時間、出世に御利益があるという日本寺まではもう少し。やっぱり、あ、なんか書いてあるよ、日本寺北口。お、着いたんじゃない。着いたろ。ねえ、着きました。ちょっと行ってみようよ。よし、行ってみるか。よしよしよし、これもうゴールだろ。よし、やっとやっとちゃんとした階段に。まだこれも石切りしてますな、この壁も、ね、しますね。石切りしてオムライス食べたい。オムライスはないだろ、さすがに。お、来たんじゃない。うわ、大仏、道が開けてる。お、うわ、でかっ。うわー、すげー。うわー、なんだこれ。え、でっか。神聖な石で作った大仏様。なんか感じるものありますね。オーラあるね、やっぱり。一枚岩から削り出されたのこぎり山の大仏は石造りの仏像としては日本最大。高さ31メートル、鎌倉大仏の2倍以上。いや、なんかきつい思いして上がってきてよかったですね。うん、本当だね。達成感がある。そんぐらいのなんか景色だし価値はあるよね。うん、素晴らしい。たくさんの人が願ったんだろうな、ここで。行こう。行きますか。厳しい芸能界で生き残るためには実力だけではなく運も必要。これからも活躍できるよう手を合わせます。
はあ、すっきり。はあ、達成したね、この旅。達成しましたね。ね、長かったけど。長かったですね。何に乗ったの？いや、もう、売れたい。もうストレートだな。ずっと売れたい。売れたいって言って細かいこと細かいこと言ってもあれなので、うん、あんまりね願い事を口に出さない方がいいよ本当言うと叶えないって言うからね、うん、いやでもいい作品作って見てる方がこう元気づけられるような仕事ができるようになりたいですってことは言った。うわ、うん、どうする？言う？いや俺いいやでしょうね。分かんないか分かんないか、ね、なんか楽しく生きれますようにみたいな。あって表向きといて的なそう的なニュアンス。ああなるほどね。的なニュアンス、まあ、一番野心があるかもよこれお祈りしてんの3人の祈りが届きますように。自転車で走って、うん、で山道もこう登ってきて、まあ、疲れたは疲れたけどそれ以上のもんがあったよね。なんかいや本当楽しかった。めっちゃ楽しかった、うん、めっちゃ楽しかった。ただ楽しかった。ああでも僕は度胸ついたなって思いました。あそう、はい、うん、いろいろなんか動いて、うん、なんか怖いことも恐怖心にもこう打ち勝って、うん、いろいろなんだろう成長できたなって思いました。ああそうね、うん、僕は逆にもっと向上心がつきましたね。他にももっと行ってみたいなって。あその日本の伝統芸能とかなんかいろいろ見て確かめてみたいなって、この目で確かめてみたいなってのもありますし、まあまた改めて身を引き締めて頑張らないと我々は。そうだね、出席願もしたからね。そうですね、うん、ちょっと売れるように頑張ってこれから役者としても人としてもね頑張っていきましょう。そうですね、はい、勝負ですから。そうだね、ライバルと言いながら勝負ですから、はい、じゃあこの先もあ、まあ、ライバルとして戦友として頑張っていきましょう。おい、よっしゃ、ありがとうございました。よっしゃ、ありがとうございました。よっしゃ、肩組んで帰りましょう。いや俺が病人みたいだって男子旅さあまた旅に出よう。男子旅、今度の金曜日の男子旅はさあ行きましょうか。ご好評いただいた沖縄を巡る旅をもう一度。うわ超うまそうじゃん、何これ。数々のグルメやスキューバダイビング、魚になった気分になりました。そして世界遺産へ。うわすごい、お楽しみに。 D ライフオリジナル番組男子旅、今度の金曜日夜11時55分オン D ライフ。